越中志郎シロは日本のプロレスラー。東京都江東区出身。日本工業大学駒場高等学校卒業。プロレスとの出会いは小学校時代であり、当時は金曜日の8時から TV で放映していた。ぶつかり合いの迫力に子供心に圧倒された。中学時代に全日本プロレスを見てファンになる。中学時代は音楽にも熱中していたが、 曲作りに必要な良いアイデアが出ないため音楽の道は断念した。高校時代は野球部に入り2年目はファースト、3年目はキャッチャーとレギュラーになりも甲子園に行くことはできなかった。野球は団体競技であり自分一人で競技を行って自分で試合に責任を持つことをしたいという越中の思考には合致しなかった。卒業後、 電気工事関連の会社に就職するも、プロレスラーへの夢は諦めきれず、高校時代の野球部の監督から、レスリングの監督を通じて、ジャイアントババを紹介されて、見習いを経て1978年7月に、全日本プロレスに入門する。野球部の監督に相談しようと決意した際は、出来っこないと、道場への紹介を拒否されると思っていたが、 実際に思いを打ち明けると監督もかつてプロレスラー志望だったため夢を応援してくれた。見習い期間中はジャンボ鶴田に練習を見てもらい受け身を毎日500本近く取って基礎の腕立て伏せやスクワットをこなした。厳しい稽古であったがせっかく監督に紹介してもらった手前投げ出すわけにいかず生涯の仕事と思って 家族の反対を押し切って飛び込んだ以上やりきることにしたという。入門を正式に認めてもらって1ヶ月か2ヶ月経過した頃、当時巡業で毎日のように開催されたバトルロイヤルに出場。桃田義弘からシューズを借りて出場した、このバトルロイヤルではただ殴られて投げられてボコボコにされただけであった。1979年3月5日、立山市民センターで その第一次を相手に公式戦デビュー。大ニタあチ氏の後を継いで、ババの付き人を務めた。大部屋時代、あまり好きでない酒に付き合わされ酒によって暴れる、仲間たちと同じ場所にいさせられたこと、体を大きくするために、先輩の命令で旅館のいいツを無理に食べたことなどを苦労話として、後に2019年のインタビューで話していた。スケジュールも過酷であり、 ひどい時は、広島での工業が終わった次の日に、秋田のリングに上がるというものがあった。デビューしてからというものの脱走したいことが何度もあり、駅のホームで移動の電車を待つ際に、東京に逃げ帰ったらどれだけ楽だろうかと考えることがしばしばであった。だが逃げるとすぐに見つかるのが目に見えていたため、実際には脱走に至らなかった。鶴田が大量した際に、先輩の多くも、 海外遠征に行ってしまい、先輩たちから量をまとめて欲しいと告げられた。しばらく当ても目標もなく、ジャイアントババの付け人を行っていたが、体重100キログラムに達したら海外遠征に行かせてやるとババから約束されて、それに向かって精進したザグレート歌舞伎からは、試合展開の細かい組み立て方を教わり、佐藤昭夫からは、若手が底上げして活性化するように葉っぱをかけられた。 1981年2月19日の福島大会でデビューから245戦目にして後輩相手にようやく初勝利を挙げる。同年8月、三沢光春のデビュー戦の対戦相手を務め、以後三沢とのカードは前座の黄金カードと呼ばれ注目を集めた。1983年4月22日、ルーテーズハイソーダツリーグ戦で三沢光春を破り優勝。 1984年3月、三沢と共にメキシコへ遠征し、サムライ郎の名で活躍した。メキシコ遠征中はメインイベントを張らせてもらうなどレスラーとして破格の工具を得たが、移動手段、食事、リングコンディションは劣悪そのもので、シューズの真ん中に穴が開いていたり不衛生な飲み水で赤痢を起こしたりと散々な目にあった。同年7月に、 ババからの国際電話で、ミサワを日本に返せ、チケットを送るから、ミサワを空港へ送れと告げられ、後に、ミサワが、タイガーマスクとして、先に外線帰国したことに、危機感を抱くようになっていき、1985年2月に、坂口誠司の誘いで、新日本プロレスが遠征を行っていたハワイに飛び、その際に新日本遺跡を決意する。同年4月1日の東京スポーツに、 全日本対談を全日本に提出した辞表とともに、スクープされ、そして同年7月に全日本プロレスを離脱し、新日本プロレスに押しかけ同然で移籍して帰国。同年7月19日の新日本、札幌中島体育センター大会に現れ、同年8月1日の新日本、両国国技館大会で入団挨拶を行った。なお、すぐに新日本に移籍せず、 まず当時設立したばかりのプロモーションだったアジアプロレスに移籍してそこから新日本に上がるという形をとっていた後に2019年の記事で新日移籍の真相に関してザグレート歌舞伎がメキシコ遠征中にババザンから帰国するかどうか聞かれた際にメキシコに残ると答えたがその横で聞いていた原始さんがあら可愛くないわねと機嫌を損ね それで帰国しても全日に戻れなくなったので移籍を決めたという内容を話している。新日本プロレスと全日本プロレスの違いに関して、越中は、全日は相撲部屋のような縦社会。新日は体育会系の部活のようなノリ。馬場さんは外人と対等にぶつかり合う大きな体が必要と考えていたが、猪木さんは自分から攻めていくことを要求したという趣旨の感想を。 述べている。また、風呂に関しても、在籍時代の前日は馬場が風呂から上がるまで、他の選手は絶対に入浴できなかったが、新日は試合が終わった順番から入っていくことができ、立場が上の者が風呂から上がるのを待つという前日時代の癖がついていた越中は、初期からそんな汗かいて、うろうろしてんじゃねえ。早くしは浴びろと注意された。 1986年2月6日、IWGP ジュニア王座決定リーグ戦の決勝でザ・コブラを破り、初代 IWGP ジュニアヘビー級王座を獲得。その後、旧 UWF から戻ってきた高田信彦とジュニアベルトを争う。高田のキックを愚直にも、正面から受けるファイトスタイルは、UWFB 期のファンからも支持を集め、一躍人気レスラーとなった。 そのキックや関節技を主体とした攻めの高田と耐える美学人間サンドバッグとまで言われた受けの越中のシングルマッチはジュニア版名勝負数え歌と形容され当時のプロレスファンの圧倒的な支持を得た1987年3月20日大座決定戦で武藤慶治とのコンビを組み前田明高田信彦組を破り 第4代 IWGP タッグ王座を獲得する。1988年2月7日、第1回トップオブザスーパージュニアでも優勝し、ジュニアでは敵なしの状態にまで登り詰めた。重心サンダーラインガーラの台頭や、自身のウェイトアップによりヘビー級に戦いの場を移す。1990年9月7日、大阪府立体育会館にて、 グレート・ムタの日本での初対戦相手を務めた。なお、その際に、メキシコ修行時代のリングネーム、サムライ・シローを名乗り対戦している。ムタ戦の直後にドラゴンボンバーズへ入るも機能せず、うやむやな形で消滅し、青柳誠事率いる精神会館との交想に関して、小林国明と共に新日本プロレス選手会と対立し、ヒールに転向。 1992年7月31日、頭を反り上げて、反選手会同盟を結成し、一役中堅からトップ戦線に躍り出る。1994年11月13日、東京米 NK ホールで平成維新軍旗上げ戦を行い、タイガー・ジェット・シンと対決した。この時期、1995年の G1、クライマックス初戦で IWGP 王者、 武藤刑事を破るという実績も挙げている。1998年、天竜玄一郎と組 IWGP タッグ王座、獲得。1999年2月22日、平成維新軍を解散し、新日本本隊に復帰。その後、佐々木健介と組 IWGP タッグ王座に、返り咲いた。また2000年には分裂後間もない全日本プロレスに参戦し、 三冠、王者決定トーナメントに出場している。2003年1月、新日本プロレスを契約満了により退団。選手一本でやっていきたかったエッチューにとって、マッチメイクなど、運営の仕事で気が休まらない日々を送るという、新日時代終盤の状況は不本意であったが、他に誰も、運営の仕事をやる人がいない中で何かあれば与えず、会社に呼び出されていた。 その後、WJ プロレスに入団。当初は名手である、超収力の片腕的存在だったが、金銭面でもめ、大森高尾らと共にレーバーユニオンを結成。同年10月31日付で、フリーランスとなった。WJ プロレスが1年で崩壊したことに関しては2019年の取材で、誰のせいでもない、自分が判断してきたから、 プロレス人生に悔いはないと無抜的な態度を示した。2004年2月、大森隆尾と共に、エンブレン夢から NWA インターコンチネンタルタック王座をダッシュする。さらに、プロレスリングの兄も参戦し、かつての平成維新軍の仲間だった斉藤明俊と共闘、因縁の三沢との対戦も実現した。01マックスや、キングスロードへも参戦。 2006年10月に天山弘吉の呼びかけで、越中は、真壁べと吉らと GBH を結成して、古巣の新日本プロレスで活躍を始める。2007年には、テレビ朝日のアメトーーク、内での剣道小林による越中のネタから、越中ブームが発生。それも背景に、同年5月2日、11年ぶりに、IWGP ヘビー級選手権試合に臨んだ。 入場前の煽り VTR により会場のボルテージはマックスに上がり、大越中コールの中で入場した中は、換気は待って、すぐにはリングに上がることができず、あえてリングの周りを一周して、感情を整えてから、リングインした。試合は、王者、永田博士に対し、ヒップアタックや、パワーボム、サムライドライバー84、ドラゴンスープレックスホールド、 ジャパニーズレッグロールクラッチといったジュニア時代から現在までの大技を遺憾なく披露し入場時と同じダイエット中コールの中ベルトダッシュまであと一歩のところでバックドロップホールドに散った試合後の記者の呼びかけには一言だけサンキュー、サンキューなと答えたその後このセリフは当時共闘していたシンカベが2009年に G1 を初制覇した時に ファンへの感謝の気持ちを述べる際に使用して話題を呼んだ。そのため現在では新壁の名台詞として扱われることの方が主となっている。2007年8月に長野正弘の誘いに乗って GBH を離脱した。越中は長野、長州寺からだとレジェンドを結成した。レジェンドは2010年の長野の,の新日本対談まで続いたがその後は自然消滅。 または、休眠状態。2008年に、後楽園ホールで行われた、ハッスルツアー2008から7.11イン後楽園、から、ハッスル参戦を表明。日本代表として出場した、ハッスル GP2008 において、ザ・モンスタードを下し、ハッスルデビュー戦を白星で飾った。2009年8月27日に行われた、ハッスル主催。 コシナカ郎デビュー30周年記念大会では、新日本の長田博重心サンダーライガーと組み、天竜源一郎、川田俊明、田尻組と対戦。15分18秒、田尻を高角度、パワーボムからのエビ固めで破り勝利。試合後、ファンと共に、デビュー30年を振り返った。2011年5月、3月に晴れて、プロレスデビューした。 橋本深夜の長男、橋本大地を相手にタックマッチを行い、お前の父ちゃんにしこたまやられたんだ。と、マイクでコメントし、実力差を、まざまざと見せつけた。2012年6月13日、ノア主催、三沢光春メモリアルナイトのメインイベントに登場。森島武とダブルヒップアタックを見せる等の活躍を、見せたが、試合中に、 左足首脱臼骨折を追い長期欠場。2013年35周年を迎える。7月7日、ノアの有明コロシアム大会で1年ぶりに復帰した。新日本遺跡の経緯については、かつて様々な説が流れたが、現在は、越中自身が、やってやるって。や、元、新日本プロレス、人生のリングを追ってで、自ら真相を明かしている。 それによれば、全日本離脱、新日本遺跡の経緯は、三沢光春が、タイガーマスクとして、先に外戦帰国したことに、危機感を抱いた中、選手の大量離脱に苦しむ、新日本側が、大号鉄之助経由で接触してきたというものである。帰国した足で巡業中で、三沢氏に滞在していた、ジャイアント馬場には美を入れに出向き、 あくまで遺跡を認めない馬場を最終的に取り出したのは天竜玄一郎だったということも語られている。別れ際、天竜はお前、メキシコで苦労してどうせ金持ってないんだろ。と言わんばかりに選別としてつかみきれないほどの一万円札を越中のポケットにねじ込んだという。また越中は前期書籍発刊より後に行われたインタビューで 自らに対する馬場の扱いに、かねてから不満を持っていたことを明かしている。プロレスラーの中では、良識のある常識人として知られる。それらは、各種インタビューやブログ、コラムなどでも伺い知ることができる。常に、コンディションが良いことで知られ、お客にチケット代以上の試合を見せるを心情としている。これは、天竜源一郎も、全く別の場で全く同様のことを述べている。 技術面では、受け身の上手さ、キレの良いスープレックス、高角度のパワーボム、瞬時の丸め込み技が特徴である。逃げない受けと緩急の効いた攻めとの組み立てで、名勝負、好勝負を作り出すことに定評がある。また、反対性側に属すことや殺伐とした対抗戦を多く経験しているため、テクニシャンながら、ラフ殺法も得意とする。相手側や観客を煽り、 会場の空気を作り上げていくことにもたけている。新日本プロレス時代は、泥臭さを担当してやろうという意識が本人にあり、エリート集団というイメージであった、新日本プロレスにおいては、異質な存在であった。派手さはないが、人気、実力ともに三重視と同等であり、得意なイメージが強い長の以外にも、前世紀の無党、橋本にも数回シングルで勝利しており、 藤波、長州からもシングルで勝利している。人気については、三重市のように全面に出るファンではなく、黒人好みの隠れファンが多くいるという意味で、剣道小林が隠れ、腰品感が多くいると表現した。このように、試合豪者で盛り上がる試合が作れる上、勝ち役も負け役もできるため、重宝される一方で、器用貧乏的な扱いを受けることも多くあった。また、 近年は、ヒップアタック等の尻を利用した攻撃が高い人気を集めており、ケツだけで試合を組み立てられる職人レスラーと評価されている。地方大会でも常に全力ファイトを見せ、会場人気はナンバーワンとも言われる。一方で、そんな会場人気の反面、ファン対応は今一つであるとも言われていたが、これは、越中自身の性格運々以上に、 長らく反体制側に属していたということが大きく影響していると考えられる。しかし新日本対談後は年を重ねたことも加わってか、越中のファン対応やサービス精神は自身の仕事や活動の幅とともに飛躍的に軟化している。決して器用なキャラクターではないものの、バラエティやドラマ出演、特にアイドルとの共演が多い。ありがとうございます。